それは種市しか見てないですよ。種市しか探してないです。え、ないじゃん。あったあった。これはこれ。これ。これ。うお、めっちゃいいところに書いてるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あんまないっすよ。和田が多いな、やっぱり。ほら、和田、和田、和田。和田選手の候補なんじゃなかったでしたっけ。和田、いや、和田、乗せとくか、じゃあ。ああ、そこそこそこ。これっすね。ああ、決まったやつね。それ、それ絶対取るやつだ。そうなんですか。そういうやつなんですね。それ確定演出でしょ。ありがとうございます。まあ、開幕2戦目がもう3回目ですね。3回開幕ローテ入って3回とも全部2戦目なんですけど、まあ、なんかちょっとは慣れたかなと思います、はい、朝はうわーこの日が来てしまったっていうのを去年は23試合投げたんですけど23回やってますけど朝が一番嫌ですね、僕の中で。先発の日の朝が怖いっす。マウンドに上がったら大丈夫なんですけど、あのマウンドに上がるまでのその食事だったりその、まあ、準備してる時が一番嫌ですね。なんかもう大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かなって思いながらマウンド上がるんで、いやもうオープン戦もすごい状態良かったですし、その侍でも素晴らしい経験させてもらって、それもすごく、オープン戦にも生かされてますし、まあもちろん不安ですけど、まあ2割ぐらいワクワクしてるので、まあ同様に、変なことしないように、いつも通り投げていけたらなと思います。すべてのイニングで、ゼロでいけるように、あと皆さんが、ワクワクしていただけるピッチングができるように、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ナイスピー予約ってことで、ありがとうございます。まあ、昨年すごい、悔しいシーズンでしたし、目の前で優勝されましたし、CS でも、オリックスに負けて、その悔しさを、オフシーズン生かして、このシーズンにぶつけて優勝を目指していきますので、ぜひ今年も応援よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございました。